瀬戸康史のゲーム実況。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史のスプラトゥーン実況へようこそ。本日は8月の6日、スプラトゥーンのバージョンが今まで 1.3 だったのが 2.0 になる日でございます。大型アップデートでございます。で、今メモリーをあれして中です。ここでざっとですね、 2.0 になって何が変わったのかっていうのをちょっとざっと確認しておきましょう。タッグマッチモードの追加、なんかフレンドと一緒にチーム組んで他のなんかフレンドのチームと戦えるよっていうタッグマッチモード。ただ俺フレンドいません。一人なんで、孤独な人間なんでフレンドいません。あとプライベートマッチモード、これはフレンドと好きなルールとステージチームに分けて遊ぶことが、僕一人なんで。で、ランクが50まで上げられるようになった。これすごいよね。まだ17だけど、20に上げるまでもかなり大変だと思うんだけど、50って感じだよね。で、ランク20まで上げた状態で、説明を聞くと上限が解放されると。で、腕前が今まで A プラスまでだったのが S プラスが追加で、ギア、新しい装備ね、帽子とかが、服とかが追加。他はもうなんかバグっぽいやつの修正ですね。はい、あと BGM が追加されたりとかね、そういうのもあるみたいです。はい、ということで、あと16分、マジか、撮り始めちゃったよ。今ざっと言いましたけれども、私がこの大型アップデートで一番やりたいのが新しい武器です。2種類今日の11時に追加されているそうです。それが、バケツのやつ、バケツバシャバシャって書くやつと、なんかガトリングガンみたいなやつ、その2種類が、追加されているので、それを試したいと。お、来た。あ、右上見てください。バージョン 2.0.0 来ました。行きましょう。あれ、ニュースないの？え、ニュースないんだ。俺さっきニュースちょっと見たんだけど、ニュース見たからかな。あ、ちょっと、じゃあ何すればいいんだろう。新しい武器屋行ってみよう。武器屋、バケツの武器欲しいんだ俺。武器ください。はい、てか君オフラインじゃないですか。あ、スプラトゥーンはアップデート後は本体を再起動しないとオフライン扱いになる。じゃあちょっと再起動します。せーの、ドゥーン。はい、参りました。再起動しました。それでは行きますよ。せーの、オン。よっしゃ、ニュース来た。本体再起動が必要だったんだね。はいはいはい、バージョン 2.0 ですよ。いアップデート情報、新しいギア追加。おお、なんかいっぱい出てる。なんか40種類ぐらい出てるってなんかネットで見ましたよ。ゲームを快適に遊んでいただける一部ゲーム内容を修正しました。はい、そして、あ、ここで全部見れるんだ。あ、そんなことないや。はい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 、新しい武器が欲しいんですよ。私はバケツ、今回はバケツを使っていきたい。バケツを、バケツを使っていきたい。よっしゃ、よし、武器屋行くぜ。バケットください。バケットスローシャー。はい、これです。一直線に大量のインクをぶちまける性能を持つスロッシャータイプの武器。スロッシャータイプは他の武器が苦手とする高台の上や壁の向こう側を攻撃する。こう乗り越えて向こうにかけると、連射はできないのでとどめやサブのクイックボムが有効。ほうほうほう。で、スペシャルはトルネード。さらに君のなんかのバレルスピナー、これがガトリングガンみたいなやつですね。はははは。じゃ、とりあえず、試し撃ちで両方使ってみようか。ね、とりあえずね。今回はちょっとバケツの回にしたいんだけど、ちょっとガトリングガンも使ってみたい。よし、行くぞ。じゃあ、武器変更で、これか。バケットスロッシャー。いきます。うお。一回押すと、こんぐらい飛ぶ。いきます。高く狙うと、あ、でもこんなもんか。壁に、あ、こんな感じか。高いところにいる敵にこう一撃で倒せるって感じか。でもなかなかいいかもしれない。連射も結構できるよ。
サブ、サブはスプラッシュボムか。なるほど、これがバケットスロッシャーでございました。では次、あ、こっちの方が上なんで、バレルスピナー、こいつちょっとこっちを使ってみよう。バレルスピナーいきますよ、せーの。お、ちょっとタメがいるんだ。オンにした後にちょっとタメがある。オンオン、あ、オンにした後押しっぱなしなんだ。オン、お、チャージ状態になった。ボタン離すとめっちゃ出る。押すとウィーンって溜まって、それ離した瞬間にドバババババババって感じだ。溜めた分だけ出っ放しになるって感じだね。いきます、最強まで溜めると。これボタン押してないからね。 ZR 離しっぱなしで攻撃できるんだ。押した、離した。ああ、こういうやつか。結構飛距離ない、飛距離すごいね。これどこまで飛ぶの、これどこまで飛んじゃう。いきますよ、あの一番奥のイカ届く。一番奥のイカに当てるためには、あ、でもこんぐらい届くわ。サブが、サブはこれか。でこっから打つ感じだ。これを縦にしてこうだ。なるほど、トルネード、さっきと一緒、こんな感じでございます。あ、チャージ状態は潜っちゃうとキャンセルされちゃうんだ。だからチャージ状態のまま潜っていきなりぶっ放すはできないんだ。ポンしか出ない。一発ずつも出せる、連打すればポンポンポン。あー、でもこれ潜れないのが痛いな。いきなりインクの中から出てきてぶっ放すがしたかったな。はい、それでは早速バケツを使って、あ、なんだこれ。インターネット対戦に参加するとゲーム内やウェブサイト上でプレイヤーデータが公開されることがあります。よくわかんねえ。じゃあ行くぜ、参加する。バケツ使いになるぜ。おー、あ、ランク21がいる。ランク21いるよ。え、しかもみんなランク20なんだけど、俺弱い感じになっちゃってんだけど、ちょっとやだな。だから今このタイミングで、今11時過ぎなんだけど、11時半なんだけど、やっぱランク上がってる、これガチプレイヤーたちが今やってるんだよ。あ、みんなバケツじゃんよ、おい。あ、やべえ、俺ガトリングガンにしちゃった。あ、やべえ、俺ガトリングガンにしちゃったよ。やべえ、そっか、装備しちゃったんだ俺。やべえ、ガトリングガンにしちゃった。あ、みんなバケツ使ってんのに。どうやって戦うんだろう。いや、ガトリングガンでやってる。やばい、ほら、あー、こいつ無理力ないな。あーだから BGM も変わってますね、ゲームの。あー、バケツ使いたかったのに、ガトリングガンになっちゃった。バレルスピナーね、バレルスピナー。音楽も変わってますもん。これ潜れないんだよ、これチャージしていつでも撃つ状態にすると。あバレルスピナー、クソ、バケツ使いたい。これぶっ放しちゃっても潜っちゃえばその場でキャンセルできるからいいですね。インクの無駄遣いせずに済みます。こういうとこで戦えばいいのかな。でやーでやー、こういう感じかな。おっしゃ、いいじゃんいいじゃん、この戦い方。だから前に出てちゃダメなんだよ。俺が来ましたよ。よっしゃ、倒した、打ち勝った。打ち勝ってないか、あいつは勝手に死んだろ。
こっから撃てるぞ。ほらー、いや、インク不足だ。でもこいつ遠くからだね。やばい、来てる。おっしゃ、おっしゃじゃねえか、俺で倒してねえし、バケツくんが倒してくれてる。でも相手を牽制することができるね、これね。めっちゃ遠くまで飛ぶから、こうやって戦い方を覚えればバレルスピナーも強いかもしれない。突っ込んでちゃダメだけどね、今みたいに。なるほど、あの射程距離が長いから遠くから相手をバシ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 ぶつんって感じだね。はい、負けました。ちょっと予想外の装備ミスで、バレルスピナーちょっと使ってみました。みんなバケツじゃんよ。見て俺、ダントツの弱さ。足引っ張っちゃったな。400点しか持ってない。よし、次こそはランク21いますね、アンディカップさん。早速やり込んでおりますよ。ガチプレイヤーが多い中でね、勝つのは大変かもしれない。よっしゃ、いくぜ。今度こそバケツ、バケットでいくぞ。よっしゃ、いくぜ。よっしゃ、いくぜ。これいいよ、バケツめっちゃ使いやすいよこれ。だって上も狙えるんだよこれ。ここなんかね、この高台とか、高台登ろう。うわ、やべ、あ、でも倒した。あ、おい、俺が倒したんだ、まずい。うわ、バケツだ、バケットスロッシャー。これめっちゃ面白い、バケツ飛ぶぜ。スイスイスイ、あー、やった、倒した。でもなかなかいい。ちょっと早くやりたい、早くやりたい。よっしゃ。うっ、なんで誰かいる。うわー、なんだなんだこいつ。くそ、あいつ倒せ。よしよし、インクをどれだけ、あの、点数も稼がなきゃいけないから。隠れろ。おっしゃ、今の見た。あー、くそ、上にいるやつをうまいこと倒しましたね。あ、トルネード使えばよかった。ちょっと先に進んだ方がいい、相手の方陣地に入っていった方がいい。ここにいるぞ。奥行け、奥に入れ。よし、うわ、バケツなかなか入らせてくんないな。左の方だ、左の方。よし、ちょっと攻め込むぞ。やばいやばい、このままじゃ。左の方から、ここにいるぞ。あー、やべ、どこにいた。うわうわ、こいつ強い。上からもう使いこなしてるやつがいる。やばい、めっちゃ負けてる。ちょっと奥に入り込まないと。うわ、強い強い、上からか。うわー、ボロ負けだこれ。やだやだ、もうこの辺まで追い込まれてる。今の相手のチームワークすごかった。完全に高台をバレルスピナーに取られて、上からもう狙い撃ちされてたね。おい、俺たち全然ダメじゃねえかよ、ランク20いるのに。
サナ全然働いてないよ。いやでも面白い、バケツ面白いね。ちょっと使いこなしたい。もうワン勝負、最後のワン勝負です。よし行くぞ。ちょ最後1回ぐらい勝ちたいの。ちょ敵をうまく倒したい。よっしゃ、サナあっちだぞ。弱いサナがあっちにいる。サナ狙いだ、君たちサナ狙い、サナを狙え。200点しかさっき取れてなかったサナを狙え。かわいそうだけど今度こそ勝てるぞ。でもローラーほどは濡れないね。来た、来てるよ。うわ、あっちから飛ばしてくるんだあいつら。よし、一気倒した。うまい、 3F うまい。 3F って最近言ってねえわ。 3F 最近 3F 全然言ってねえわ。え、なんでなんで、全然聞いてないんだけど。 3F に今何発もかけたよね。 3F にちょっと 3F に注意しよう。 3F に注意しよう。 3F、3F 狙いだ。 3F あーローソン、なんだお前、お前誰だ、なんだよこのコンビ。ローソンいたよ、ローソンいたよ。君たち何なんだよ、なんだよ。 3F じゃなかったし、あ、チームだな、コンビニ軍団だな。よっしゃ、スリーフ倒した。ローソンはバケツだ。よし、うまい。だんだん分かってきたぞ、バケツの使い方が。あ、うわー、後ろからか。スリーフだ、やり返された。あのなんかヘルメットかぶってるやつらが多分女の子、あの女の子チームがスリーフとローソンのね、なんか可愛い子なのかな、やってる子。いやー、ローソンとスリーフ一緒に動いてるな、こいつら友達だ多分。負けねえぞ。おっしゃ、よし、サナだった。ついついね、楽しくてバシャバシャやっちゃうんだけど。よし、待て、来てる、なんか来てるぞ。よし、よし、勝ったぞ。ウィーしゃ、おお、バケツゴーくる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 回しとるわい。でも800点しか取れなかったな。なるほど、はい、ということで今回は大型アップデートで追加された新しい武器2つ、バケットスロッシャーとバレルスピナーを使ってみたという動画でございました。私としてはね、いやでも両方ともね、それぞれの戦い方があっていいと思いますが、バケツ楽しい、単純に楽しいというのがあります。初心者向けですね、バケツは。はい、ということで以上、瀬戸康史によります大型アップデートの紹介でございました。皆さんもやってみてね、じゃあの。